皆さんこんにちは、ゆきちゃんです。今回紹介するのはこのキュアミラクルとキュアマジカルが持っているリンクルステッキデラックスを紹介したいと思います。あ、あれ、おもちゃは、わ、すごい、やった。では紹介します。このおもちゃは新しい魔法使いプリキュアの出たばっかりのおもちゃです。では開けてみます。あれ、またハサミ忘れちゃった。わっ、すごい、魔法かな。よし、開けてみよう。わっ、すごい、入っていたのはこんなのです。すごくかわいい。そして入っているもの、入っているものはこのリンクルステッキ本体が1本入っていました。すごく綺麗です。ここがリンクルストーンをセットする場所、ここボタンになっていて、後ろはこんな感じです。よし、じゃあ次は魔法の杖だ。取れた。未来の魔法の杖です。こっちはハートです。こっちはリコの魔法のステッキです。すごく可愛い。こっちは星です。私は星が大好きです。じゃあ次、こっちはネックレスチェーン、これはリンクルストーンで使えます。ネックレスにできます。じゃあ次、リンクルストーンだ。リンクルストーンダイヤ、すごいキラキラしててすごく可愛いです。そしてこっちはリンクルストーンルビーかな、うん、ルビー。こっちも可愛い。そしてリンクルストーンサファイア。そして最後はリンクルストーントパーズです。全部すごいキラキラしてて可愛いです。では電池を入れて遊んでみます。では単4電池2本を入れます。電池を入れました。では遊んでみたいと思います。じゃあまずは A モードから。おお、じゃあ未来の魔法の杖をセットします。キュアミラクル、キュアミラクルです。ではダイヤのリンクルストーンをセットします。ダイヤ、お、永遠の輝きを私たちの手に。そしてボタンを押します。フルフルリンクル、振ると色が変わります。かわいい、すごい。これで攻撃ができます。で、じゃあ次はルビー。ルビー、クレナイの情熱よ、私たちの手に。フルフルピンクル、プリキュア、クリーンパス回り。おお、すごい。じゃあ次はサファイア。お、これも音が違う。プリキュア、サファイアスマーティス。お、そして最後はトパーズ。トパーズ、痕跡の希望よ、私たちの手に。プルプルピンクル、プリキュア、トパーズエスエンサー。4種類の攻撃ができました。じゃあ次は B モードをやってみます。ステッキを振る魔法、ゲームを選んでボタンで決定魔法、プリキュアとおしゃべり。じゃあラッキーおみくじ、じゃあラッキーおみくじをやってみます。ラッキーおみくじだよ、好きなリンクルストーンをつける魔法。じゃあルビー、ドレミが鳴るそうです。ラッキー、ラッキーでした。ラッキーでした。じゃあ次は魔法レッスン、
じゃあ魔法レッスンやってみます。じゃあダイヤ、くるくる回してパワーを貯めるわよ。くるくる、こうか。いいのよ、ボタンを押して。キュアブラパパ、成功よ。お上手ね。あ、こんな風に魔法を使うみたいです。じゃあ魔法のコンサートやってみます。あ、じゃあプリキュアもおしゃべり。プリキュアとおしゃべり魔法、ステッキを振る魔法、魔法の呪文だよ、キュアミラクル。あ、こんな風にリコやミラクルがしゃべってくれます。楽しい一日になれ。すごい。魔法のコンサートやります。魔法のコンサート、魔法、好きなリンクルストーンをつける。じゃあサファイア、こんな感じで振ると音楽が鳴ります。では次は前に買ったリンクルストーンを紹介します。このリンクルストーンは紹介するために買ってみました。ゴープリンセスプリキュアから魔法使いプリキュアにバトンタッチするバトンタッチストーンというリンクルストーンです。ではこれも A モードでやってみます。まずゴールチェーンを取ります。リンクルステッキキュアミラクル。ではセットをします。しどういう音声かな。ボタン、これからもプリキュアを応援してね。おお、もうすごいこれ。ではこのリンクルストーンでラッキーおみくじをやってみます。リンクルステッキキュアミラクル、ラッキーおみくじだよ。ちょっとします。好きなリンクルストーンをつける魔法、願いを込めてたくさんフリフリしてね。結果はミラクルラッキー。ミラクルラッキーでした。このリンクルストーンミラクルラッキーでした。やったー。このリンクルストーンのこの下の小さい穴からは後ろから光を当ててこう見るとマークが見えます。こんなマークが見えます。そしてこのリンクルストーンのマークはこんなのです。そしてサファイアはこんなの、トパーズはこんなのです。そしてこれはこんなのが見えるんですけど、写真で撮ってみたかったので撮ってみました。こんな写真です。普通の目で見たら普通に簡単に見れるけど、写真で撮るのはすごく大変なのでちょっと見えづらいと思いますけど、こんな感じで撮れました。このリンクルステッキは別売りのガチャとかのリンクルストーンでも必殺技で遊べるのですごく楽しそうです。そしてこのネックレスチェーンをこういうリンクルストーンに通してつければネックレスになります。そしてキーホルダーにもできます。すごくいろいろ遊べるのでぜひ皆さんも遊んでみてください。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。パソコンで見ている方は、あれ？ちょっと見えづらいね。OK。ここにチャンネル登録ボタンがあるので、ぜひ登録してください。そして、前のビデオは、あれ？ついてない。リモコン。あ、ついた。前のビデオはここにあるので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録忘れないでね。グッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。